こんにちは、斉藤です。今日はYouTube 久々にやろうかなと思って、今日は韓国系のこういうやつ、前髪ちょっとこうシースルーにして、目下、まあ、この辺かな、頬の上ぐらいにして、横のアウトライン長くて、ここら辺の量感取って、こうバーッとかき上げてもいけるし、前髪も作れるって感じで今日切っていきます。襟足はちょっとこう前上がりな感じで切りますんで、お願いします。じゃあ横から切ります。横はちょっと入れたいんで、僕最近ハマってるのはね、2センチのバリカンが、2から3センチ切るバリカンがあるんですけど、それやるとめっちゃ韓国っぽくなるんですけど、今日は 1.5 にします。あえてで、ちょっともみあげのところだけ、結構耳のね、上のラインとこ、上のラインジャスで切っておくと、なんかこう丸みは残りつつ結構綺麗に、そういうブロックっぽくっていうかね、邪魔にならないから、それがおすすめです。このラインで切って2ブロックで切れるのが一番こうなんかナチュラルな感じになる。かつ、なんかこう、もみあげが嫌いな人とかは、もみあげだけ取るんだったら、この耳ラインが一番綺麗です。で、もみあげの形だけしっかりこう、三角形になるように、先細りになるように、こういう感じで、もみあげデザインしてあげてください。で、結構この時に、もみあげのところをもうちょっとオスニングで、ちょっとぽちょんぽちょんとぼかしててあげると、よりナチュラルになってくるのでおすすめです。次は、前髪作りたいんですけど、前髪はだいたいここ。黒目のここ内側のラインと、ここ黒目の内側のラインがあるんですけど、そこ前髪設定します。で、これを一回中央に集めて、真ん中に集めて切るんですけど、真ん中に集めて切ると真ん中にキュッて全部髪が集まるから、ディスコネクションで外に向かって広くなるんですよ。だから内側に一回集めて切ります。で、なんか短すぎちゃってやだと、本当にこう頬ぐらい、頬上ぐらいかな、ここ頬の上ラインにしてあげて繋いでいきます。この時に、この横の長さが長いんで、この端っこの髪の毛取ってあげて、つなげる時すごい大事で、つなげる時はここ、この短い毛作りました、前髪作りましたってなったら、上からちょっとこういう感じで覆いかぶさる感じで、上にハサミを直角に入れて、なんていうか、こうじゃなくて、上、鋭角に入れて、こうナチュラルにつないでいきますかして、そうすると、長さはこう残りつつ、これ、綺麗につながってるの分かります？縦長に行くとこういうラインが作りやすい。なんか横に行っちゃうと結構短くなっちゃうんですけど、こういう感じで行くんですよ。こっち切るときはさっきは上から追いかぶさったんですけど、こっち切るときはこのまま落としてハサミを縦に入れるんですよ。入れてこういう感じで徐々にゆっくりこうスライドじゃなくて、スライドだとなんか逃げちゃうから、ノースライドでここ縦にハサミ入れてこう繋いでいく。すると綺麗にできるんです。こうやってこうやった時にほら、前髪の長さ残りつつこの長さはできるんですね。その時にこれマッシュみたいに前に引き出して切っちゃうと軽くなりやすくなっちゃうんですよ。なんか髪の毛って結構この前に出しちゃうと結構このラインが重いから結構軽くなりすぎちゃうから、まずここで切ったところはこう落ちたところあるじゃないですか。落ちたところの上で上げる。こうやってここで髪切ったじゃないですか。こうやってやっぱり分かる、ここに落としたじゃないですか、はい、それをこうやって持っていくとかこうやって持っていくんじゃなくて、落ちたところのまま上にこうやって上げるんですよ。こうやってこうやってで上の一線切っちゃう。これほら、どうですか。こうするとシースルーバングっぽくもいけるし、ちょっとこうかき上げちゃってもういけるっていう感じになります。前髪は本当になんか、ね、最近前髪シースルーの時は段入れないんですよ。最近なんていうの、こうやって上げて入れるのはあったんですけど、最近のねちょっと感じだと前髪シースルーにした時はあえてこうパツッと残す感じがトレンドです。はい。で、アウトラインはあんま今回横の長さは変えたくないんで、横の長さは変えない感じにして、次上トップの長さはだいたいイメージとしてここ、どこまでで丸みが欲しいかなって感じで入れていくんですけど、ここアウトラインの長さがあって、この長さを決めると丸みがどこを落ちるか決めれるんですよ。だからもし丸みを結構高くこんな丸みを持ってきたかったら、その分だけトップ切ればいいし、まだとだいたいねレイヤー この幅ぐらい入ってるんですよ。この幅ぐらいレイヤー入ってるから、そこのレイヤーは入れないように、今はレイヤー入っちゃっててここら辺に丸みつくんですよ。こういう感じ、こっから丸み入ってきて、こっちもこっちから丸み入ってきて、ここら辺で一旦上、ここの約この頬くらいからレイヤーが入る感じになってるから、今日はそこら辺で丸みつけたいから、こういう感じでレイヤーを、高さをここの丸ですね、ここでちょっと丸を描くんですけど、上向いてる髪の毛のところのレイヤーに入れて、高さの丸みの位置を決めたら、次はアウトラインと90度でつないで、こうやって90度でつないでいく感じで、はい。じゃあ次後ろ切ります。今回は前上がりにしていきたいんで、アウトラインの設定をだいたい顎ラインが一番今だと綺麗かな、
顎ライン、この顎のラインとジャストぐらいの設定にして切っていくと顔一番ちっちゃく見えるんで、顎ライン、この顎ラインの延長線上でラインを決めちゃいます。こういう感じで、あ、この段階で上げちゃってもいいんだけど、上げちゃうとなんかラインが分かんなくなっちゃうんです。なんか何だな、ラインが分かりづらいし硬くなりやすいから、あのラインはまず残して、ここからここ、本当だったらあの三つ襟、ここに三つ襟からつなぐと日本っぽくなるんだけど、あまりこう韓国っぽくああいう感じで前上がりにしたいときは、三つ襟の前、ここからこう入れる。ちょっとこうここに長さが残って綺麗になります。まずはここに襟足に結構厚みが、毛先ボテッと残りやすい方に関してはここを一回90度に持ち上げます。90度、ここも90度、90度に持ち上げると、ほい、こっちとこっちの違いが分かるんだけど、こっちはめちゃくちゃ重くなってるんだけど、こっちシャープにくべたの分かります？こういう感じで。そしたらチョップカットで縦に入れて、こういう感じでぼかしていきます。で、こっちは重みがすごいあるけど、こっちは重みなくなったんですよね。これを左右同じ感じで90度入れていっちゃう。で、ここに長さ設定してある、この横は切んないような感じにしてください。じゃあ、オーバーライラリアリクションで真ん中に集める感じかな。やっていくと、こういう感じで襟足ができます。完成です。で、こういう感じで、あのディスコイドもコネクションでもいいんで、ウェイト決めたら、さっきトップ決めたんですけど、トップを逃がしながらトップ繋いでいきます。ウェイトを決めて、ウェイト削りすぎないようにトップと繋ぎます。そうするとレイヤーも入ってウェイトも決まったんで、これで両端取っていきますね。両端取るときは縦に挟み、襟足のアウトライン取るときはセニングシザーで縦にこうやって入れていくと馴染みも良くて量も取れていくのでおすすめです。中間を抜いていく感じでやっていくと、隙間感も綺麗にできます。この辺はもともとの量軽く重くないんで、縦にセニング使ってもらってスライド入れていくような感じ。スライドカットでちょっと抜きすぎちゃうなとか、スライドカットやるときにどうしてもなんかこう取りすぎちゃうなっていう方とかは、こういう感じで、あのセニングでスライドみたいな、あのちょっとこうチョップみたいな感じで入れるとしっかり取れます。ただこの時に結構セニングの取れる量感がパーセンテージが高い方がいいです。横はもう結構軽いんですよ。横は取りすぎたくないから、これビードライ、あの光のスライドなんですけど、これであの隙間感だけ作ってあげたいから、隙間をビードライで抜く。そうするとこういう感じでシャープな質感が出ます。なんかセニングでもいいんですけど、セニングだとやっぱこう横ラインが若干入っちゃうから、セニングじゃなくてこういう感じでスライド専門のスライドで抜いておくと綺麗に質感が良くなります。こういう系のハサミの特徴って、横に入れてもハサミが勝手に逃げてってくれて、取りすぎない感じになって穴が開かないのがポイントです。これなんか自分の手の感覚で、このくらいの細さで抜いていったらこのくらいの隙間感出ますよっていう感じで自分の中で練習してみてください。ウィッグ使ってこういう感じでどのくらいやったらどのくらいの隙間感が出るのかなってこう見てってもらうと、こういう感じ、隙間感がすごい綺麗になってくる。韓国っぽいスタイルってだいたい耳の後ろにかける方がすごく多いから、なんかここの1ミリ、5ミリぐらいをあのここの量感もし邪魔だったら、あの取り回ったり抜いちゃってもいいし、もし邪魔だ、ここにかあのアウトラインで、ここが意外とこうここが大事になってくるから、その上をセンニングで取っといてあげると、ここのスポットができるからこうやってかきやすくなります。って感じでやっていくと、耳かけたいなってお客様とかいる方に関しては、結構これだけやるだけでもだいぶこう綺麗に入りが良くなるんで、そういう感じで見てもらうといいかなと思います。あとはトップにこんな時にちょっとこうポテッとしてるところだけちょっと上げて、きただけちょっと量とします。どうですか？いいですね。綺麗じゃないですか。結構こうなんかこう立ち上げてもナチュラルなのかなと思ってるんで、シルエットもだいぶ綺麗になってるんで使いやすいかと思います。シースルーもできて、かき上げもいけちゃう 2way の髪型にしたので、結構この時期とか挑戦しやすいかな。だったらこれでスタイリングしちゃいましょうか。お願いします。よし、ほい、完璧です。おー、すごいすごい。これが今の中性的なメンズカットな感じのスタイルの切り方なんで、結構切りたい方この切り方やると中性的なメンズカットに作れるんで、やってみてください。はい、ではいいねボタンとグッドボタンとチャンネル登録してください。ありがとうございます。またね。